avec de mes machines. Grattez mille, pirenda, patmode.アルミの溶接は難しい言うてたわ、うん、アルミはもう難しい。そうなんです。あす、え、ハンダが溶接やろ。アルミの溶接やから溶けるやん。速攻溶ける。ハンダじゃないけど、アルミで、アルミ同士ですけど、うん、ステンレスも難しい。そうなの。ステンレスも溶けるもん。あの、あれこうやってはんのは鉄なん。シュワーってフォーやってあるやん、うん、あれは鉄の。あれは普通アーク溶接、ね、アーク溶接。あれはできんの。みんなはできるんだ。あ、そうなん。難しい。難しい。まあそれは鉄と鉄くっつけない。一番難しいのは多分ガス溶接、ね、まあ、ガスで炎の、ああ、エアーと、うん、で、すごい、なんていうか、火、温度高くして、ガスだけでひっつくの、金属同士が。ガスで金属を溶かして、うん、金属同士をくっつける。アーク溶接は、金属と金属の間に、ハンダみたいなのを入れるの、まあ、鉄を溶かした、鉄の溶接棒を溶かして、ひっつけ、接着剤みたいな。言っちゃうとさ、だからある程度この両サイドの鉄を溶かしながら上に接着剤みたいなのを、鉄をもう溶けたやつをくっつけていくと強度ができるんだけど、ガス溶接って何もなしに想像こっちとこっちを溶かしてくっつける。ああ、溶かしてか、下手くそやったら強度ない、パキッとなるしよ、表面だけ溶けてくっついてるし、あ、まあ、もう全然強度ない。あれは難しい。アルミはできたらどこでも飯食うできる言ってた。アルミ溶接ができるんやったらどこでも飯食う。ほんま、それだけで原則言った。ほんま、そんな難しいの、うん、まあ溶接やったことないしな、俺分かるんで。アルミ溶接はある意味溶接の技術の中で一番すごいんちゃう。そうなんですね。なんかひっつかもん同士つけるのは難しい、テレビで言ってた。ひっつかもん同士はつけるのは絶対難しいだよ。え、そうなん。なんかすごい技術なんでって言ってはったのがあったの。ひっつかもん同士をなんかでつけるっていうのはもうすごい技術だよ。そんなん普通の会社ではないと思う。アルミ溶接とかやってるのってバイクのパーツとか、ホイールでもアルミホイールっていう、あれはガッシャンちゃん、ガッシャン単造中の鋳造中の肩に流し込む型な。見てたわ。アルミは難しい、うん、アルミは難しい。アルミやったことない。神崎さんできはったんじゃん。なんか神崎さんの家に一緒に行った写真残ってんて。そう、なんか海かどっかに一緒に行った写真。鈴鹿やったんじゃん。なんかあの人バイクレースのなんかええとこまで行ったし、バイクレースのええとこまで行っていつもビリアスって、うん、なんかあれいい遊びに行ったのか。鈴鹿に住んでたかな。そうなの。神崎さんの写真あるわ、うん、多分一緒に車で行ったな、うん、鈴鹿まで。あの赤のリビングで行ったと思う、うん、行った玄関の前に多分2班とかあのレーサー置いてあった。覚えてる。俺神崎さん海で一緒に写真撮ったとこしか覚えてない。うん、なんか行ったな。不当で釣りしに行ったな。釣りやった、うん、釣りした覚えてない。釣りしに行ったと思う。なんか釣り出てくれたわ。うん、結構いろいろ釣り出てくれたな。
六甲とかな。あのホグランもかっこよかったな、黄色のシビエの。あれつけたら前の車がドクという。え、ドキよったって言うてたやん。すごい明るかったな、黄色の。眩しいさ。あれからレビン、白のレビンになったんだけど。そうやな。なあ、レビン、レビンやったんや。あのレビン良かったのかな、赤の。赤のやつな。うん、今好きやったね。あれな、乗り続けた価値あるで。ないないない、絶対ない。このレビンは。ないと思う。今、旧車高いで。ないって。車。86はめちゃくちゃあれやけど、71は全然あれ71よな、ほとんど見えへん。あれ残ってたら価値あるで。71レビューめっちゃ多分200万ぐらいついてるような気するな、中古で。レビューチンコはない、ないの、ないてない、86しかない。まあ、あれ富士山王と一緒に見に行ったような気がするの。一緒に見に行ったの角の王子の夜中。今だったら考えられへん、なんかあんな夜中車屋の中ゆるゆる。ああ、そうやな、今だったら窃盗犯と。そうやな。でもね、スープラが欲しい言うてたで。その時？その時はだからなんかスープラの違いが俺分からへんねん。横のセリカダブル。セリカダブル X だった。あ、セリカダブル X。横の。あ、そうそう、横のやつはそんな別にどうでもいいやん。あのやろ。あれがあるのちゃうやん。違う違う。あ、別にええじゃん。セリカダブル X の初代が横がないやつや、オレンジかな。後期がそう、あの横まで横になかったら嫌なんやとか言うねん。ほな、あの見た目が全然違う。セリカダブル X あるかもしれないな。あ、セリカダブル X の